まんまと現れるとは。だがその無謀な行動はすぐ後悔することになる。パリ壊滅の余興だ。大切な仲間が死んでいく様をその目に焼き付けるがいい。させると思うか。貴様らは罠にかかったウサギ同然なのだよ。閉じ込められたってわけかい。貴様らにはその貴賓席で空中砲台オプスキュールの目覚める姿を見せてやるわ。その時が貴様らの最後だな。うわっ！ふざけるな！こんなバリアなどすぐさま叩き切ってくれる！なら試してみるわ。そのバリアに触れた者は即死。決して破ることなどできん。そういうことないです。獣医師さん、聞こえますか？何？まだ喋れるというのか。バリアの弱点はその支柱。光が支柱を通過するときに攻撃すれば破壊できる。変なことをしねえや。
スキルの復活を待たずに葬ってくれるか。 受け込むんだ。動けないうちに葬れちゃうのだ。 隊長。
獄より来たれ災いの友。
会長。チェックメイト。素晴らしい指揮だ。こいつらがどうかしたのか。この二人がまだ私の手の内にあることを忘れるなよ。
正々堂々だと？なぜ虫けらを相手にして同じ舞台で戦う必要がある？今の貴様にできることはただ降伏し我が足元にひざまずくことのみなのだ。さあ、二人を殺されたくなければ武器を捨てて貴様一人でここまで来るのだ。ダメです。今大神さんまでいなくなっちゃったら。おお、約束してやろう。この二人は生かしておいてやる。なんだ？よう、大神、遅くなって悪かったな。幸せだな。俺は美味しいとこで登場するのが一番幸せなんだ。貴様、何者だ？聞きたいならば教えてやろう。帝国歌劇団月組隊長、香山雄一、ここに参上。大神、この二人は俺が安全な場所まで避難させる。お前は心を大きく戦うがいい。貴様に何ができる？この場で死ねえ！
この戦いを貴公に捧げよう。荒ぶる海の守護者。災いの子、いいし、you
長、バッチリ。より来たれ災いの友。Yeah!
様だ。私の力でも貴様らを止められんというのか。カルマルコ、オプスキュールの力でハリオン怪人に着させたまえ。うわノートルダム寺院の地下にパリ中の妖力が集まっています。すでに計測不可能です。了解。時間稼ぎにしか使えぬのか。だが妖力はすでに満ちた。異世界より世の召喚に応じよう。闇を司る破壊と殺戮の化身、目覚めよオプスキュール。思ったより早かったの。だがオプスキュールが真の目覚めを果たすまでには今しばらくの時間が必要。諸君らが世を止めるのが先か、オプスキュールの目覚めが先か、勝負しようではないか。カニクズのごとき存在であった諸君らがどれほど腕を上げたか、お手並み拝見といこうかの。
ざれ事はよい。世には焦土と化したパリが目に浮かぶのだ。良いことを思いついた。諸君らの守るべき